越後堀之内駅は新潟県魚沼市堀之内にある東日本旅客鉄道上越線の駅である。ホームコンコース短式ホーム2面2線を有する地上駅でホーム間は古線橋で連絡している。駅裏にはバルブ工場があるがかつてはこの工場へ繋がる貨物船が当駅から連絡していたことから側線跡が現在も残されている。 JR 新潟ビジネス住宅の業務委託駅で、越後湯沢駅が管理する。コンコースには、有人改札口、タッチパネル式自動券売機、自動販売機、改札内外に化粧室などが設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は336人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。 駅舎の出口側には、市や、教育施設、交番などの公共機関が多くある。駅裏手には、県立高校や保育園、工場がある。当駅周辺を含む南越後観光バスの、路線図越後交通グループの南越後観光バスが、運行する以下の路線バスが当駅前を経由するほか、魚沼市の予約型乗り合いタクシーが広い範囲で、設定されている。注車区出店。 ありがとうございます。